佐渡市で今朝、クロマグロが今年一番の水揚げとなり、港は活気づきました。水槽に入りきらないほど水揚げされたクロマグロ、両津湾に仕掛けられた定置網にかかりました。5月から7月にかけてシーズンを迎える佐渡のマグロ漁、今年は低気圧の影響で不漁が続いていました。今日は今シーズンで最も多いおよそ500本のクロマグロが水揚げされ、中には180キロを超える大物もいたということです。まあ、今年一番のちょっと まず大量なんで、大変本当に安堵の気持ちでいます。やっぱり感染者数も少なくなってきて、飲食店の方も結構いい感じに動き出してきているので、その単価が上がってくれるっていうのは一番期待してますね。クロマグロは主に東京へ出荷されますが、コロナ禍により取引額は半値ほどまで下がっているといいます。佐渡のマグロ漁は7月上旬頃まで続きます。